秋篠宮ご夫妻の長女、眞子さまが婚約される見通しの大学時代の同級生、小室圭さんが先ほど会見を開き、初めて報道陣の取材に応じました。現在の心境などについては、時期が来たら改めてお話しさせていただきたいと話しました。今の率直なお気持ちをお聞かせください。そうですね、時期がですね、参りましたら、また、改めてですね、お話をさせていただきたいと思います。申し訳ございません。その上でですが、眞子さまのどのようなお人柄に惹かれたのかをぜひお聞かせ願いたいと思います。申し訳ございません。それもですね、ちょっと時期がですね、また改めてですね、時期が参りましたら改めてお話しさせていただきますので、本日は控えさせていただきたいと思います。眞子様とのご婚約内定という報道を、はい、ニュースをどこでご覧になられましたか。ですね、それはですね、いろいろとですね、情報がやはりございましたので、どこで、私が、何々を見ましたというよりはですね、正直どこで見たかもちょっと忘れてしまったぐらいですね、いろいろとメディアの方々がですね、映してくださっておりましたので、ちょっとそれについては覚えておりません。昨日から今日にかけて、はい、眞子さまとはどのようなやり取りをされたでしょうか。そうですね、今日の朝はですね、本当にこう電話でですね、行ってきます、行ってらっしゃいという形でですね、もうそういった本当に軽い会話をさせていただきました。